ラリルレリラリルレリラリルレリリラリルレリラリルレリラリルレリやハローみなさんこんにちは宮弁です <laughs> あの芸能人が大金使ってなんかその国境を盛り上げようみたいな番組のオープニングこの歌好き <laughs> はい今日はこちら Tryer T10B のイヤホンをレビューしていきたいと思いますお楽しみに ひもじお願いしますラリルレリラリルレリラリルレリリーリ <laughs> <laughs> まああの番組の裏をねやだやだやださんに説明してあげてねそ<う>まあね八十万円なんてねね一発で使って終わっちゃうの時計買えば終わりな、ね、んうん、ね。終わらないっていうことはまあこそのうち配信か語りで <laughs> 裏を話しましょう えーでなんだっけもめっちゃ軽いんだけど今日のイヤホン今日のイヤンねトライトランヤトライヤトライヤで合ってると思うんですけどトライヤえー T10-B えーこちら提供ですありありがとうございますえっと12ミリの高感度磁気ドライバーを使っておりましてまあ12ミリというね普通は8ミリとか7ミリとか6ミリなんですけど 12mm というでかいのを使ってますっていうのが売りみたいでございますはい <laughs> まああとね、えー、みやびちゃん大好きな重低音モードがついてますほ<ー>でさらにですねえー、っと超低遅延ゲームモード出た<と>これはまあゲームの時にねずれなく遊ぶためでデュアルモードっていうのがノーマルとベースブースト で、えっ、ー、と <coughs> <coughs> 大丈夫そう片側2つ合計4つのマイクがそんなついておりまして、はい、通話も快適にできるそうでございます楽しみ 1> で、まあ、1回の充電で8時間でケース含めて32時間です最大はいでイヤーチップは6種類 6種類六つか3種類6つえー、耳の大きさで入っております、はい、で超軽量ポータブルな充電ケースというもうでと軽,軽いんですよこれしたら空気だよこんなでこれねタイプ C の急速充電に対応しておりまして10分間で2時間再生できるとさらに IPX が7の防水なので汗だけじゃなくて雨とかでも安心と。 であとはまあこれ必ず言ってくれってことなんですが、えー、普通に買うと1年間12か月保証なんですがえー、っとですねメーカーの登録ページで、えー、登録すると15か、えー、月に延長されます、えー、1>, 1年以上の保証がついてきます素晴らしいで皆さん心配な技適、えー、も取ってますし PSE も認証済みでございますというわけではい やっていきましょうかね。フィット感もめっちゃいいよ。うん。<laughs> えーっと、アップルミュージックで、はい、A.C. で飛ばしていきます。はい。ええー、ブラックピンクさんから行くんですが、はいえー、音量言ってください。はい。ええー、ブラックピンクさんでラブシック go。おお。違うわ。違う曲流れうん。 あらおおちょっと中高域なんか軽めに聞こえるけどなんか低音もでもいい感じだと思うナチュラルな感じはいえー、平井大さんであとうるさいですようなぎさんえー、平井大さんでスタンバイミースタンバイユー おおあーでもなんか聞きやすいなんかこういうイヤホンそろそろ変え変えたいんだよねーっていうなんかそのまだ沼ってない人とか多分気に入りそうな感じがするはいえー、ワニマスさんで言ってもにおワニマさんいいね 何かボーカルメインの音だから歌聞きやすくていいと思うはいで、えー、清水おさんは奥カさんでガーテンコーうんバラードもなんか合いそうな予感おーいいね なんかちょうどいいはいえー、あやしさんで「夜撫でる目の」ああこれもいいねこんな曲すごいなんかバランスよく聞こえるだからきっとバランスもいいんだろうなって思った <laughs> はいねえー「コールドプレイ b t s でマイユニバース」 お厚み素晴らしい。ちゃんと厚みある。な,んかなのにくどくない低音がいいと。はい。はい感想どうぞ。なんかあのー、<laughs> あれだね。なんだろう。すごいなんかちょっと軽くそいつ聞こえたんだけど多分ダンス曲とかその k p o p 系は軽く聞こえるけどその他のマイリバースとか j p o p とかなんか打ち込み系の曲とかも全然そういう感じしなかったからなんか。 ダンス系以外とかだったら個人的にはすごいいいなと思った。うん、そんな感じです。まあでもこの人はね、これだけじゃないね。だろうね。右側を5回はい、五回テ,ティン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 ってタップしてください。三四五ベースって言った？言ってない。一回してください。三四五ゲームモード。ゲームモード？うん。五回タップで？うん。 じゃあ左5回タップしてもらいます12345ベースブーストうんこれでベースブーストがやったんでじゃあ右もう一回5回でゲームモード切ってもらいます12345ノーマル、うん、でえー、っと一応ねまずね EDM 聞いていきましょうはいあともに」がすごくなるんですよまず、うんえ「ワニマンのともに」 重低音モードベースブーストモードですおお周りのオ、OK、ケ聞きやすくなったああんか聞きやすくなったよりクリーンって感じで <laughs> はい EDM いきますああんか低音 さらに聞いてって聞きやすくなったからおー何なんかいいじゃんめっちゃあすごいいいでマイ、まあ、ユニバースですあいいねさらに厚み,厚みがあるからいい感じはいで最後間違い探し菅田さきさんです <laughs> ああ男性バラードいいねこのモードでつやツつやになるはいはい感想どうぞえなんか全然違ったまたなんかこう低音からちょっと重点軽い重低音的な感じに変わったからなんかすごいねあのバンドワニモさんの時よかったこのドラムのこのぐらいの音欲しいんだよなっていうところが届いたからよかった,、うん、かった安心した バンド EDM を楽しむたために用意されたそそううでございますあ、そうなんだなのでねまあ左側5回タップですぐ切り替わるんでノーマルっていうとベースブーストっていうので、うん、まあ好きな方で聴くと、うん、でベースブースト低音がもううるさすぎるってわけではなくて厚みが増してっていう感じで中高域邪魔しないので、うんえー、絶妙なチューニングがされております。というわけで僕のターンですか、はい えー、まず音質ハイ広域はクリアでカリッとした粒立ちの良い広域で伸びもありますで改造感もよくて裏のシンバルもよく聞こえてましたでミッド中域はボーカルが前に出てリップノイズ等もきちんと聞こえますで定位感もよくて各楽器の配置も分かりますでロー低域はキレよく硬めのアタック感でバスドラビシビシきてミッドベースとの分離も良かったですで音場音上は 左右に広くて上下は普通ですで空間は中高域が伸びる空間でしたでまあ 12mm の大口径ドライバーのおかげで低域もよく出ててでボーカルも前に出てるので迫力のあるダイナミックなサウンドっていう感じですでベースブーストをまあ5回左ですね左5回タップでオンにすると重低音に切り替わって edm とか打ち込み系とかダン,ダンス曲、えー、ハードロック等が迫力あるサウンドで楽しめますまあ <coughs> まとめるとまあバランスよく迫力があって定位感と解像感もいいのでまあダイナミックな音重低音も聞きたい人にはおすすめだと思います、はい で逆に中高域がカリカリとかフラット系ナチュラル系が好きな人にはおすすめしませんという感じですがまあ聞いた感じ値段は後で言いますがまあ QCY のライバルが登場したのかなっていう<ー>まあ QCY も T13 とか低温重視とか、うん、フラット系の解像感高い T17 とかいろいろ出てますけれども、まあ、こちらも初なんですが結構値段的に QCY のライバルかな っててていう感じで出てきてますちょっとしたらこっちの方がなんか個人的な中古駅なんかまだあるような感じがするから確かにライバル感あるかもなのでねこのライバルさんの値段値段ですねいくらいくらいくらえー、トラインヤさん T10-BT10BAmazon、えー、で、えー、800円クーポンがつきましてし800円クーポンがつきまして <laughs> ええ三千百九十八円です。あら三千円なんですよね。これはライバル。これはライバルですよ。よ、うん、マジで。ちょっとねこれはね。うん、マジか。QCY に燃えてる皆さん、えっ、ー、とトライヤさんのこれもちょっと行ってみると、あ<ー>さらにこれ充電オモードついてますし、うん、あとまあ防水がね IPX のセブンなんで。うんうん、結構高いね。マジで雨とかも平気なんで。まランニングとか。 あと装着感もいいのでグランちゃんとかさ、うん、中高駅欲しがってるからさ試してみてもいいんじゃないうーんでもグラン先生は感触系のもうカリカリ系なんでダメだと思うこの前 T13 でそのぐらい欲しいって言ってたから T13 で足りないんだったらこっちの方が出てるかもしれないですね、うん、なのでえー、っとまあこちらもすごい。 いいのが来たなという感じなので、はい、え皆さんもチェックしてみたらどうかなとは思います。はいでえー、っとですね全部いったのでじゃあみやびさんはこちら、はい、トランヤさん T10B アマゾンで3198円、えー、買いますか買買買いいまませんか買いまーす <laughs> いそれ買うでしょう、うんお もうねこれはもうまた新たなる、はい、新たなるものが現れるって感じでしかもねあのめっちゃフィット感がねめっちゃね自分気に入ってるんよな、うん、フィット感いいよねうんこれマジでいいフィット感っていう感じです,ですそうですかはいひもじいさん、はい、トランヤ T10B こちらのイヤホンは売りますか売りませんか売りまーせんーまああいう価格でこれなら十分あり っていう感じなのと、うん、まあ個人的にはベースブーストモードが好きだったと、うん、まあまさにあの<も>低音がボンと熱くなって音も厚みが出るけど中高域引っ込まないっていう感じなので、うん、まあ良かったです、ね、なのでまあいいんじゃないですかはいというわけでねまあみやびが持って帰らなかったらまあちょっとたまに使ってみようかなっていう感じですけど、うん、持って帰られたら別にどうぞって感じですけども。でも,もたまにはなんか <laughs> ね、まあとりあえずトライヤさん提供ありがとうございました。ありがとうございました。え別に提供だからって褒めてるわけではございません。そうです。え聞いてみたらあらっていう値段見たらあらっていう実力がこれはちょっとまたやばいの出てきたんじゃないですかっていう感じなので、あとまあ本当ねあの十二ミリのドライバーっていうのはあんまりこんなでっかいの三千のやつ積んでないので、まあそこもすごいかなと。 いう感じですあとゲームもまあとか動画、うん、ゲームモード右5回タップでオインにすれば遅延がなくなるので、うん、まあそれも便利でした。うんうん、というわけで私はドランシュいやまさかねこんないい音が聞けるのかっていう感じでびっくりしました。マジでね本当になんかライバル気だなって QCY さんのって感じなのでまあね 今後を期待しましまょうっていう感じですねちなみに私こちらちょっとね今あの QCY の G1 今日持ってるんですけど今ヘビロテ中だからはいはどうしよっかな今じゃないかな今回お持ち帰りは。でもちょっとまたね近々こう比べていきたいなと思ったらお持ち帰りしたいのと、まあ、たまにひもじんにもねこういうの 残しとこうって今持ちのもにね残しとこうってう感じですかね。<laughs> ってことで今回は保留ですはい皆さんもチェックしてみてください。今日もありがとうございましたよかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあねー